北海道知事一覧では、戦後地方自治法に基づいて、地方自治体として位置づけられた、北海道の歴代知事及びその前身の、北海道庁長官を掲載する。北海道庁設立前の開拓史の長官及び、函館県、札幌県、根室県の県令についても扱う。開拓史は、カラフト開拓史が置かれた。 明治3年2月13日から明治4年8月7日の間は名称が北海道開拓市。第1回1947年4月5日、1947年4月16日、第2回1951年4月30日、第3回1955年4月23日、第4回1959年4月23日、 第5回1963年4月17日第6回1967年4月15日第7回1971年4月12日第8回1975年4月13日第9回1979年4月8日第10回1983年4月10日第11回1987年4月12日 第12回1991年4月7日、第13回1995年4月10日、第14回1999年4月11日、第15回2003年4月13日、第16回2007年4月8日、第17回2011年4月10日、第18回2015年4月10日、第19回2019年4月7日。ありがとうございます。